映画最新作特別映像を大公開。劇場版ポケットモンスターみんなの物語、その舞台となるのは、人々が風と共に暮らすフーラシティ。フーラシティの風祭りって知ってる？知ってるよ。結構大きなお祭りなんでしょ？この町最大のイベント、風祭り。毎年伝説のポケモンルギアと恵みの風をもらう約束を交わしていた。ルギアはあの聖火を目印に風を送ってくれるのよ。へえ。そんなフーラシティにはポケモンをゲット？どうぞ。年齢も性格も、そしてポケモンへの思いもバラバラな5人が、なんとかするから。なんとかするからって、浮気。また増えてる。僕もあんな風に人前で喋れたら。それぞれが悩みを抱え、なかなか前に進めないでいた。あの時走れたら。だが、ある事件をきっかけに物語は急展開。あんたたち何者だよ。サトシ、あれ、風車は。風祭りどころじゃないよな。せっかくのお祭りなんだから仲良くしようぜ。ベカベカ。みんなとの出会いが一歩を踏み出すきっかけに。ラルゴに話さなきゃいけないことがある。え、幻のポケモンゼラオラの正体と、ルギアとの約束は守られるのか。頼むぞ相棒。人とポケモン、みんなの絆が奇跡を起こす。